休憩前に引き続き会議を開きます。次に10番永井義勝君の一般質問を行います。10番永井義勝君の質問を許します。登壇願います。どうも皆さんこんにちは。日本共産党の永井義勝です。まず最初に、ケア労働に従事する職員への慰労金の支給について質問いたします。新型コロナウイルス感染症が発症して早1年が経過します。茨城県では非常事態宣言は解除されたもののまだまだ安心はできません。今気を緩めると第4波へと続く恐れもありまだまだ警戒が必要です。そのような中で感染拡大を防止するために日夜努力をされている方々に対して敬意を表します。国の新型コロナ緊急包括支援交付金については医療関係者や障害福祉介護関連の職員に対しては慰労金という形で支給されていますが、慰労金支給事業の対象外とされた保育士や放課後児童クラブの指導員への慰労金の支給はありません。しかし保育所や放課後児童クラブは学校が休校になった時や分散登校になった時にも休まず活動を続けていました。茨城県を含む17県の知事で構成する日本創生のための将来世代応援知事同盟は国に対し保育士等への慰労金の給付等を含む将来世代を支えるための新型コロナウイルス感染症対策にかかる緊急提言を行いました。その内容は保育士や放課後児童支援員、社会的養護を担う児童養護施設職員については国の二次補正による新型コロナウイルス感染症対策における医療福祉従事者への慰労金交付の対象外となっています。子どもと直接的な接触を避けられない職場において感染リスクを抱えながら社会機能を維持するために働き続けてきた保育士等も介護や障害分野の職員と同様に慰労金給付の対象とするよう要請するものです。また昨年6月には全国学童保育連絡協議会が厚生労働省に対し同様の緊急申し出書を提出しました。このように今回のコロナウイルス感染症対策としてケア労働に従事する職員等への慰労金は医療従事者や介護職員等と同じように心を癒すものとなっています。県内では筑波未来市やひたちなか市などが1人3万円を支給し、また土浦市や那珂市などでは商品券やクオカードなど1人3万円分の支給を行っています。また2月7日付の茨城新聞によりますと日立市や北茨城市、高萩市各市が保育園や児童クラブなどの従事者に対し慰労金を支給することを決めています。今回国の第三次補正では総額15兆4270億7200万円が計上され、そのうち新型コロナウイルス感染症の拡大防止策が4兆3581億1900万、ワクチン接種体制整備等が7489億2400万、国内観光を中心とした旅行需要の回復、俗に言う GoTo トラベルですね、これが1兆1571億7600万、防災・減災・国土強靭化の推進など、安全・安心の確保に3兆1414億2900万が予算化されています。この中から、阿見町にも地方創生臨時交付金として1億3630万8000円が交付されます。昨日聞いたところでは、この三次補正の交付金は来年度の補正予算として計上されると伺いました。これらを活用しケア労働に従事している保育士や放課後児童クラブの指導員への慰労金の支給を求め質問いたします。
ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長千葉茂君、登壇願います。長井議員のケア労働に従事する職員への慰労金の支給についての質問にお答えいたします。これまで町内認可保育施設及び放課後児童クラブ等への新型コロナウイルス感染症対策につきましては、感染症対策を徹底しながら保育サービスを継続していくため支援を行ってまいりました。1点目は地方創生臨時交付金を活用した事業として、放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の密を解消するため、実施場所の増加に伴う指導員の増員雇用などの対応をしてまいりました。2点目は阿見町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金交付要項を制定し、感染症対策のための業務の実施に伴う休日勤務手当や時間外勤務手当等の割増賃金に関するかかり増し経費に対する補助を実施しました。ご質問の慰労金の支給につきましては、地域における感染が拡大し感染リスクに対する不安がある状況の中で、保育サービスの継続のため懸命に業務に従事された保育士や放課後児童クラブ指導員への慰労金を地方創生臨時交付金を活用して支給することを検討しましたが、町の優先順位及び財政面から見送った状況です。今後臨時交付金の第三次補正等国の政策動向を注視しながら、他市町村の事例などを参考にし検討してまいります。以上です。10番長井義勝君。はい、はい、今の、回答をいただきましたけれども、この前ちょっと一つ、質問をしたいんですけれども、この回答の中でかかり増し経費という言葉が、出てくるかと思います。このかかり増し経費についてちょっと説明をお願いします。子ども家庭課長小沢雅君。はい、かかり増し経費につきましてお答えさせていただきます。このかかり増し経費という言葉でございますが、町の方で要項制定しております阿見町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金、こちら国の方で同じ名称で補助がございます。この補助を行うにあたりまして、国の方でもこのかかり増し経費というような単語を使っておりまして、内容としましては保育従事者の時間外勤務であるとか、あとは休日勤務ですね、そういったものの経費ということで、この補助金の中に謳ってございます。以上です。10番長井義勝君。はい、かかり増し経費ってね、割とだから見慣れない言葉なもんでちょっと聞きましたけれども、私なんかもちょっと調べてどういうものなのか、最初課長の方にね、聞いたときにいろいろ疑問があったんですけども、その中でこの 全国保育協議会というニュースがあるんですけれども、この中でちょうど、そのかかり増し経費ということが、書いてあったんですけどね、その中で、職員が勤務時間外に消毒清掃を行った場合の超過勤務手当、言うと休日勤務手当等の割増賃金や通常想定していない感染症対策にかかる業務の実施に伴う手当ですから、こういった形で、非常に、支払われるものということでね、一つの保育所だったら50万円でしたね、確かね、上限が。で、全国どこの保育所も、出ると。で、私も家内が保育園のいますんで、聞いたら、50万円が2回出てきたという話も あったんですけれども、その中で、その保育園でいろんな形で、使われているということです。それで、これをお伺いしたいのはですね、この10分の10の、国の補助の
このやつなんですけれども、この超過勤務手当とか、先ほど言った休日、休日時間、休日勤務手当や時間外勤務手当等の割増額ということで書かれてるんですけど、これ変な話、出すのは当たり前だと思うんですよね。で、仮にコロナがなくても、働いた場合には 1.25 倍または 1.5 倍の、まあ、超過勤務手当が出るのは当たり前で、なかなかそのね、この今回の私が、一般質問した慰労金に関しての答弁の中ではちょっとこれ違うんじゃないかなって正直思います。ですからその、そのかかり増し手当の方はまあ今言った形でいいんですけれども、まあ今回のこの慰労金支給に関しまして、まあ、この課長と話をしたときに、まあ、コロナ対策地方創生臨時交付金の二次補正で、まあ、考えていたということをおっしゃったかと思うんですよ。まあ、会場にも、その辺が、書かれているんですけれども、そのときですね、まずそのときの人数とか費用はどうだったのかちょっと教えてください。保健福祉部長、岩原克彦君。はい、お答えします。まず、給付金のその時の提案内容ですけれども、まず保育従事者については給付金としまして、登園自粛要請期間中に出勤していた保育従事者等に対して、勤務日数に応じて1人当たり2万円を上限するものでございます。また放課後児童クラブ支援員につきましては、小学校が休校となった時、まあ、利用自粛、小学校が休校となり利用自粛を要請した期間に従事していていました支援に対しまして、勤務日数に応じて1人当たり5000円から1万円を給付する内容と提案したところでございます。人数等についてはちょっと、課長により答弁させます。子ども家庭課長、小沢雅君。はい、給付金の内容でございますが、まず保育従事者につきましては、各保育施設にアンケートを取りまして、対象者を把握しました。約250人ということで、計上しまして、2万円かける250人の500万円という要望を出しております。また放課後児童クラブの支援につきましては、4月がトータルで65人、そして5月がトータル61人ということで、それぞれ5000円の方、1万円の方おりますので、合わせまして113万円を総額としまして、要望を行ったところであります。以上です。10番、長井義勝君。はい。まあ、他の市町村のから比べて、いや私は金額まではね、今日まで聞いてなかったんで、まあ、2万円で今聞いて、またはその児童クラブの人は、まあ、5000円から1万円と、あれとちょっと思ったんですけれども、この段階では、他の市町村の状況っていうのは、町としては把握してましたか。子ども家庭課長、小沢雅君。この時点で近隣ですね、市町村の状況を確認しまして、龍ケ崎市さんなんかですと1人当たり3万円というようなことも聞いておりましたが、その内容と担当課と相談した上で、3万円までは出せないというようなこともありましたもんですから、で金額の設定をしました。そういったような状況でございます。10番長井義勝君。はい、まあ、その段階で、まあ、近隣の方を調べて、まあ、3万円というのは圧倒的に多かったんじゃないかと私も思います。で、まあ、それの中で町としては2万円からまた5000円から1万円ということだったんですけど、まあ、残念ながら
残念ながらって言い方なのかな、その支援の枠には入らなかったわけですよね、うん、でも、今町の方でコロナ関係のやつで、まあ、議会でもいろいろ聞きましたけども、ちょっとね、町のホームページにちょうどね、あったんで、5回のこのこういったやつか、町の方で作ってあるやつも、まあるわけですけども、今の金額の中では約、まあ、613万なんですけども、やはり、支援の中、いろいろ見ますと、結構額が入って、最初の頃はね、備品だとかそういったのが圧倒的に多かったけども、第4次、第5次になるとなかなかこう厳しくな、いろんなものを考えなきゃならなくなってきたということで、かなり、高額なやつも入ってはいるかと思うんですけども、まあ、そういった中で、そのシステム的にちょっと教えてほしいんですけども、今回二次補正の時にその、申請を出したと。まあ、それはどういった形で、町の方として議論をしてその取捨選択っていうんですか、そういった形はどういう形でやられるんでしょうか。議長、議長、誰か政策企画課長糸賀正志君。お答えいたします。臨時交付金の事業の取りまとめの手法というかそういったことでよろしいでしょうか。はい、まずその県の方からですね、国のこの交付金を活用した事業の取りまとめについて実施計画を提出の通知が来ます。当然それに期間が提出期間というのが決まっておりまして、その期間内にまず各課にそのアイデアというものを一旦出していただきます。でそのアイデアを出していただいたものを内容ですね、当然そのこのコロナ対策交付金の趣旨に沿ったものであるかどうか、またその提案していただいた内容がその内容の熟度というかそういったものも踏まえまして取りまとめを行い、まあ、最終的には町として事業の方を決定をして交付金の実施計画として取りまとめているというところをですね、その段階段階その国の方の交付金のスケジュールが第1次第2次そして今回第3次でありますけれども、それぞれの段階において適時適切に取りまとめを行っているというような形でございます。10番永井義和君。今の話の中でですね、その内容の熟度という言葉がありましたね。それちょっと説明してください。政策企画課長糸賀正志君。はい、お答えいたします。まあ、熟度と申しますのはやはりその短期間でその事業の、まあ、仕組みというのをですね、構築をするというところがございますので、その例えばその給付金とかであればその対象者の範囲であるとか、それから額であるとか、そういったもの、それからその交付の方法であるとか、そういった仕組み全体が整うかどうか、そういったところを一つ判断の基準としているところでございます。10番永井義和君。今のね、課長の答弁の中では、まあ、その内容の軸度というところにおいても、まあ、非常に分かりやすいじゃないかなと今回の私の、ね、提案の方がと思うんですけども、まあ、残念ながらそれがね、まあ、二次補正の中では通らなかったというのが実態かと思います。それで先ほどですね、冒頭の質問の中で、こっちか、まあ、日立市、北茨城市、高萩市、まあ、3つの市が、まあやられているということを、まあ、あったんですけども、まあ、その3つの市はそれぞれ、まあこの地方総税臨時交付金だとかあとは一般財源なんかを、まあ、使ってね、やってるんですけども、やはりその3つの市は、まあ、1つの生活圏で3つの市がくっついてますから大体1つの生活圏になっているということなんですけども、まあ、この中で、新聞の記事によりますとね、
新型コロナウイルス感染が拡大し、国の緊急事態宣言や県独自の緊急事態宣言が発令されている中でも、子どもたちを受け入れ、社会基盤の維持に貢献したとして、3つの市が歩調を合わせて、こういうやつを打ち出したということが言われています。で、その後ちょっといろいろ調べたら、行方市なんかも、3万円で、これはまあ地方創生臨時交付金を使っている中でやられています。で、今言った3つの市の中で、いろいろ調べていたら、日立市なんですけども、これ全額財政調整基金をここに繰り入れたということが書かれてまして、金額が3210万円、日立市ですからね、でっかい大きい市ですから、阿見町よりも対象者がたくさんいるんでしょうけども、ここも1人3万円の、支給ということで やっています。でちょっと改めてお伺いするんですけども、阿見町の中でこの臨時交付金を活用する中で、臨時交付金だけじゃなくて、やっぱり一般財源も入れて、いろんな形でこう施策が作られているかと思うんですけども、今回、先ほど二次補正の中で、613万ですか、これに関しては、全額臨時交付金をそこに補填しようとするのか、またはその一部は一般財源の中からとか、また繰り越し金の中からとか、いろいろ財源はあるかと思うんですけれども、そういったところはどのように考えましたか。保健福祉部長、岩原克彦君。お願いします。全額交付金を活用して、全額交付金を活用するという方向で提案しておりました。以上です。10番、長井義勝君。はい。全額というとね、そのまま613万円ですか、それを全額交付金として活用しようということなんですけれども、阿見町の、財政の中で、どっちがいいのかというのは、私にはちょっと判断がつかない部分ですけれども、ぜひとも実施していただきたいんですけれども、それで、あとですね、回答の中で、今後臨時交付金の第三次補正、国の政策動向を注視しながら、他市町村の事例などを参考にして検討してまいりますというようなことが書かれているんですけれども、先ほど言ったように三次補正が、来年度、補正予算として出てくるかと思うんですけれども、その中で再度、なんていうんですか、提案するって言い方になるのかな。それをお願いしたいんですけども、その辺はどうでしょうか。保健福祉部長、岩原克彦君。はい、お答えします。再度提案すべくですね、担当課同士で協議を進めているところでございます。最終的に採決されるかどうかにつきましては、町の方の今後のコロナ対策もとして、町の最優先順位で決めていくかと思いますので、と承知しているところでございます。以上です。10番、長井義勝君。はい、三次補正の時も出すということで、ぜひとも、お願いしたいんですけども、先ほど冒頭述べたように約1億3630万、臨時交付金として入ってきます。で、他市町村の方もですね、全額臨時交付金を使っているところもあるでしょうけれども、やはり足りない部分を一般財源等々で補っているところもあります。ですからね、そういった形でこれはもう全額臨時交付金で出すんだっていう形よりも、もう一度柔軟な、対応していただいてですね、ぜひともその三次補正のところに時にのですね、そのこの内容が、入るような形で、今日執行部の方々も、皆さん見えていますので、お願いいたしまして1問目の質問を終わります。10番、長井義勝君。はい、それでは次に、2つ目の質問に移ります。
2つ目はですね、高齢者施設等への PCR 検査の実施について質問いたします。昨年の12月議会でも質問いたしましたが、改めてお伺いします。岩内県では昨年11月から今年1月にかけて、県内で発生したクラスターを業種別に分類した表が出ました。それによりますと、夜の街関連で6ケース、事業所が13ケース、福祉施設が13ケース、医療機関で3ケース、学校関係で5ケース、公共機関4ケース、会食2ケースとなっており、事業所、福祉施設が多いことが分かります。感染者の数でいうと、福祉施設が圧倒的に多く、特にこの、美保の特別養護老人ホーム、この前出ましたけれども、これ100名を超える感染者が出ています。また最近では神栖市の高齢者施設、福祉施設でクラスターが発生し、2月末の段階ですけれども、42名の入所者と職員が感染しています。もうこれ3月になってもまた、出たということで、人数はもっと増えているかと思うんですけれども、このように、高齢者施設で、ひとたび感染が始まると瞬く間に広がり、多くの感染者を出すことになってしまいます。県では、福祉施設等に限り、無症状者も、抗原簡易キットでの検査を拡充するとしており、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、障害者支援施設、サービス付き高齢者向け住宅の約850箇所の従事者約3万人以上を対象とすることを決めました。しかし、通所やデイサービス、訪問等は対象となっていません。このことから、笠間市では2月の5日に、県の検査の対象外となる、高齢福祉、障害者福祉施設、保育所、幼稚園、学校等勤務者の、PCR 検査の実施を、専決処分として決めました。対象者は、2784人で、予算総額が3300万ということです。私の昨年12月の一般質問で述べたことが、今年になって茨城県で実現したということなんですけれども、まだまだ、不十分ですと。その不十分さを笠間市は独自の財源で、補ったということです。先ほども述べたように、県内の福祉施設関係でのクラスターは最も多く、そこで発症した場合には重症化が避けられません。この新型コロナウイルスは発症する前や無症状での感染を引き起こし、知らないうちに広がってしまうことです。そして、高齢者ほど死亡率が高く、肺炎になると非常に進行が早まります。この病気は高齢者にとっては今まで で一番恐ろしい病気だとも言われています。また大丈夫だろうと言われてきた若い人にとっても後遺症が次々と出ており、若い人にとっても恐ろしい病気です。また最近変異株の話が、テレビなんかで出てますけれども、やっぱ変異株に関してはその若い人または子どもなんかも、かかる可能性もある、 1.7 倍の、感染率もあるというようなことも言われています。昨日の、一般質問で、ワクチンの話が出されました。ワクチンは個人を守るという意味と、集団免疫によって接種していない人も含め集団を守るという意味があります。しかし、ファイザー社のワクチンは 70% の人が接種すると集団免疫が成立すると言われています。今の日本においてそれをクリアするまでには相当な時間がかかると思います。今この感染者は減少傾向ですが、病床の逼迫数はまだまだ危機状態です。これ以上に感染を広げないためにも、多くの方への PCR 検査の実施で無症状者からの感染を防ぐことが今必要になっています。今感染が、下火、下げ止まりって言い方もテレビなんかで言ってますけれども、そういってなっている時にこそですね、この PCR 検査でこの無症状者を補足して感染拡大を抑えるべきではないでしょうか。そこで以下の点を質問いたします。1番が、県が行う850の施設で阿見町に該当しない施設はいくつありますかと。
2番目に該当する施設の中で、対象外となる従業員はいますかと。3つ目に、上記2つの中で対象人員は何人ですか。4つ目に、対象者を保育所、幼稚園、学校等勤務者と増やして考えた場合、人数はそれぞれ何人になりますか。5つ目、検査を実施する場合の予算、これはどのぐらいになりますか。以上の5点を質問いたします。ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長千葉茂君。はい、議長。高齢者施設等への PCR 検査の実施についての質問にお答えいたします。1点目の県が行う850の施設で阿見町に該当しない施設についてであります。県では実施する検査対象の町内施設は特別養護老人ホーム3施設、介護老人保健施設2施設、2つの施設、有料老人ホーム3施設、サービス付き高齢者向け住宅3施設、合計11施設です。また、検査対象外の施設は、訪問介護や通所介護事業所を含めた61施設です。2点目の該当する施設で対象外となる従業員についてでありますが、検査対象外となる従業員はおりません。3点目の上記2つの中で対象人員は何人ですかについてでありますが、検査対象外の町内61施設の従業員のみで592名です。4点目の対象者を保育所、幼稚園、学校等勤務者と増やして考えた場合の人員についてでありますが、保育所、子ども園の勤務者が247名、学校等の勤務者が356名です。5点目の検査を実施する場合の予算についてであります。唾液採取による抗原定量検査で1人当たりの検査費用が約8200円、検査対象者を県の検査対象外となる介護保険事業所の従事者、保育所、子ども園、学校等の勤務者の計1195名とした場合、総額で979万9000円となる見込みです。以上です。10番、永井義勝君。はい。はい、今のね、回答の中で県が行う850施設の中で、阿見町は合計11施設ということが書かれておりますけれども、これ県が行うんであれなんですけれども、この11施設いつぐらいやるようなことを県が言ってたか分かりますか。保健福祉部長岩原克彦君。はい、お答えいたします。一応検査の日程につきましては、2月28日以降に各施設と検査機関が調整して行うようになっておりますので、これは県の担当者もわからないということですので、必然的に町の方の担当も承知しているところでございません。以上です。10番、永井義勝君。はい、じゃあとりあえず、2月28日以降に、順次 やられていくっていうふうな感覚で、もちろん県がわからないんだから阿見町はわかるわけないですけどね、そういった形で順次やられていくということだと思いますけども、はい、でその中でですね、ちょっとこれ、急に聞いたんでちょっと分かるかどうか分からないんですけども、その11箇所の施設の中でですね、通所入所と通所を併用している施設が、全国にはたくさんあるんですけども、そういった施設はいくつあるか分かりますか。保健福祉部長岩原克彦君。はい、お答えします。一応特養以下住宅老人老人ホームを含めまして、先ほど11施設と言いましたが、そのうち通所事業所を併設していない事業所につきましては2箇所となっておりますので、9箇所が、通所事業所を併設しているところでございます。以上です。10番、永井義勝君。はい、私もなかなかこういうのはね、不得手なもんで、ちょっと急な質問を朝電話でさせていただいたんですけども、
まあ、どうしてこれはその質問をしたかというと、まあ、たまたま今日の、新聞にですね、これ札幌市の、議会の中の様子なんですけれども、まあ、札幌市議会でもそういった、施設を、580箇所ですか、まあ、職員を対象に PCR 検査を実施するというのが、決まったということで、まあ、その中での議員の質問の中でね、介護施設は入所型と通所型が隣接している場合が多く、まあ、入所者が、通所施設を利用する場合は、まあ、職員が付き添う場合もあり、通所の職員を検査しないと感染が広がりかねないと。ですから、まあ、入所者の先ほど回答の中では入所の施設の中で、検査対象外となる従業員はおりませんという回答だったんですけども、まあ、今は分からなかったら後ででも構わないんですけども、その併設、先ほど併設している9箇所の中でですね、その通所の人の通所の担当者って言い方なのかな、従業員っていうのかな、まあ、その人も PCR 検査をしっかり受けるのかどうなのか、もし分かれば、お答えください。ちょっとこれ急な話で悪いんですけども、お願いします。保健福祉部長、岩原克之君。はい、お答えします。まあ、原則として通所事業所は検査対象外となりませんが、県の対応においては、まあ、同一敷地内及び建物内に併設している事業所の関係では、まあ、施設において柔軟に対応してよろしいという、回答をしておりますので、まあ、検査対象に含めるかどうかにつきましては施設の判断によって、判断しているところでと承知しているところでございます。以上です。10番長井義勝君。はい、ということは、じゃあ、まあ、まあ、9カ所の閉鎖されているところに関しては、まあ施設の方で通所の人の付き添う人もしっかり、PCR 検査やってくださいって県の方に申し込めば県の方でやってくれるというふうな認識でよろしいわけですか。保健福祉部長、岩原克之君。はい、お答えします。一応、まあ、検査の方に対象にですね、含めていいということで判断した場合ですね、その方も含めて人数で抗原こちらについては PCR 検査ではなくて抗原検査でやってますので、抗原検査に含めて、施設の方では対応しているというふうに伺っているところです。以上です。10番長井義勝君。まあ、ぜひともね、町の方からも町内のこの旧施設に関しましてはそのような対応を、ね、取っていただくように町の方からも助言指導をお願いしたいと思うんですけども、まあ、県の方の中で、まあ、今 PCR 検査って私ずっと、まあ、一般的な言い方でしちゃってたんですけども、まあ、抗原定性簡易キットを活用したって、まあ、県の方では抗原定性検査っていうんですか、まあ、こういった形で、まあ850施設ということですけども、まあ、3万人でプラスアルファの従業員を対象って、まあ、こういう書き方を県の方のホームページでねされてるんで、多分このプラスアルファっていうのがそのあたりに該当するのかどうかちょっと分かりませんけども、まあ、そういった形で書かれているんですけども、それでちょっと、質問したいんですけども、まあ、県の方のですねこの中で、県は抗原定性検査っていうような言い方を、まあ、してるんです。それで町の回答の中でですね、まあ、検査を実施する場合のところなんですけれども、抗原定量検査って書いてありますね。で、まあ、この辺の違いはどういうところにあるのか、ちょっと説明をお願いしたいんですけれども。保健福祉部長、岩原克之君。はい、お答えいたします。抗原、まあ、定量検査はですつきましては、まあ、ウイルスを特徴づけるタンパク質、まあ、これが抗原になりますが、を定量的に測定する検査で、検査には専用の機器が必要となるため、検査会社に委託して検査してもらいます。また抗原定量検査は、抗原定性検査よりも感度が高いもので、抗原の定量的な測定が可能であることから、PCR 検査と同様に有症状者、無症状者を問わずに確定診断に用いることが可能となっております。これは、まあ、鼻咽頭拭い液に加えて、唾液でも検査することができるという検査と方法手法となっているところです。以上です。10番長井義勝君。
ということは、町の方としては、回答の中にも書いてある通り、抗原定量検査で、もしやるんだとしたら、それを考えているという認識でいいわけですね。保健福祉部長、岩原克彦君。はい、お答えします。これはあくまでも県がやっている検査でございますので、町の方がやるということについては、一応町、これはあくまでも県が抗原定量検査で現在実施しているところでございますので、ということで、費用の参照という形でこれは避難の方は提示しているところでございます。10番永井義和君。ごめんなさいね、県の資料では抗原定性検査と書いてあるんですけども、量じゃなく、これでこういうよく県のホームページのあれですね。保健福祉部長、岩原克彦君。はい、お答えします。一応こちらが町の方が費用を算出する段階において県の方にです、問い合わせて、予算増幅ということを把握した中で、県の検査はこれだということで回答していただいたものですので、ちょっとその辺の差はどうだ、ちょっと私のも測りかねているところです。以上です。はい、10番永井義勝君。部長が県の方に確認しているということなんで、その辺ちょっと、整合性は分かどっちが正しいのか分からないんですけれども、とりあえず、定量検査で、確率が高いという言い方なんですかね、量が多いから検出の確率が高い部分かと思うんですけども、そういったところで、ね、やるということなんですけども、先ほどね、回答の中でその施設が1番目の回答の中でその施設外の61施設もありますよね、その中で、働く592人の方、あと、保育所や学校の勤務者保育所の、勤務者が247人、学校の勤務者が356人、合わせると603人かになるかと思うんですけども、その592人と603人、ぜひとも、ね、検査を私としてはお願いしたいんですけども。その中で、回答の中で費用の関係なんですけども、抗原検、この回答を読みますと、唾液採取による抗原定量検査で1人当たりの検査費用が約8200円で、検査対象を、1195名とした倍総額で979万9000円になる見込みですと、書いてあるんですけれども、これは、単純計算で、8200円で1195人をかけた数字ですか。保健福祉部長、岩原克彦君。はい、お答えします。その通りでございます。以上。10番永井義勝君。はい、ちょっとヒアリングの中でもちょっとお話しさせていただいたんですけども、これ厚生労働省の新型コロナウイルス対策推進本部から出されている事務連絡の中で、高齢者施設等の入所者や従業者に対する検査やクラスターが発生している地域におけける感染が生じやすい場所、集団等に対する検査について、積極的な実施をお願いしているところですと、こうした検査を実施する際に、際の検体プール検査法や、抗原簡易キットの扱い等をお示ししますので、これらの検査方法による実施も含め、下記の通り、一層の取り組みを推進していただきますようお願いいたしますと。書かれているんですけれども、この中で検体プール検査というのが言葉が出てきます。それについては、こういう単純に、まずプール検査自体、ちょっと前もお話ししたんで、内容的に調べられたかと思うんですけれども、それについてお伺いします。保健福祉部長、岩原克彦君。
はい、お答えします。検体のプール検査方法につきましては、唾液検体の一部を、数人分、混ぜて一度に測定する方法になります。新型コロナウイルスの遺伝子が検出された場合は、1人以上が、ウイルスを保有していることが考えられます。多検体の検査が一度に可能で、結果が得られるまでの時間短縮に寄与する方法としてアメリカでも実施されている方法です。複数の検体を混合し同時に検査することにより、検査時間費用を効率化するもの検査方法であります。以上です。10番永井義勝君。はい、検体をねたくさん、10人なのか20人なのか100人なのか分かりませんけれども、今一つにまとめて検査するという方法が、あるわけなんですけれども、それにそのプール方式による検査費用、ちょっとこれ考えると、いろいろ調べたんですけれども、その中で先ほど単純計算で、1人8200円の人数分という計算でこの金額になったということなんですけれども、このプール検査をすることによってですね、かなり金額が下がるですよ。その辺はお調べになりましたか。保健福祉部長、岩原克彦君。はい、お答えします。大変申し訳ありませんが、そこまでの調査の方はいたしておりません。以上です。10番永井義勝君。はい、先ほどね、施設ごとに、やるのが一番いいかと思うんですけれども、仮に A という施設でそこで、プール検査をする、 B という施設でプール検査をするというと、何なのかな、10人20人ぐらいの検体が一つになるかと思うんですけども、このプール検査費用に関しましては、5名以上ですと1人4000円になるんですよ。で、一応1人4000円というのが、最低ラインの数字になるらしくて、ですから、それ以降増えたとしたら、4000円かけるその人数分というような形で、費用が軽減できる。もちろんこれ1人でやると1万4500円、かかると。で、4人まではその1万4500円に1人頭、人数が1000円になるんですけど、5名以上は単純に4000円かける人数分になるということなんですけども、こういった形で、やることによって、その先ほどの979万9000円が、かなり下がってくるかと思うんですね。そのどういう塊でやるかというのは別としまして、で、今回これを実施するかしないかというのは、もちろんその町の方での、検討課題があると思うんですけども、先ほど冒頭も言いましたように、この笠間市はですね、いち早く2月5日に、決めたわけですけども、専決処分として、決めたわけですけども、やはりこの老人施設の中で、やはり PCR、このコロナウイルスが蔓延するということは、非常にこのたくさんの人がかかりやすくなって、特に老人なんかは、命に関わる問題になってくる。で、PCR 検査、抗原検査にしてもですね、自分が今かかってるかかかってないかというよりも、かかってる人を見つけて、その人を隔離する、で、無症状者の感染拡大を防止するというのが大きなポイントなんですよね。ですから、今、町でやられているPCR 検査、ありますけれども、そこでもやはり、そこで参加する人というのは、自分が心配だから、そこに行って、PCR 検査して、あ、よかった、かかってなかったというのが一つ、自分の安心あると思うんですけれども、こういった施設に関しては、やはりその自分の安心というよりは、自分がもしかかってて、症状が出てなくて、人に感染してるんじゃないかというのを食い止めるための検査なんですよね。ですから、そこをですね、笠間市では考えて、そのこういった施設、だから保育所だとか幼稚園とか、あと児童クラブも入ってますし、あと学校の先生方なんかも対象として入ってて、やはりそういった方々が他の人にうつさないかどうかっていうのが、自分がかかってるかもしれない、
ですから変な話ですけども、この中でももしかしたら誰か飼ってるかもしれない、それ自分の安心を求めるとともに周りにかけないっていうのがね、まあ、笠間市なんかではそういった感覚で、やられていたんじゃないかと思うんですけども、まあ、町の方として、まあ、ぜひともねこの検査はやっていただきたいというふうに、まあ、思うわけなんですけども、その辺の PCR 検査の考え方、町の方として、どういうのような考え方に立っているか、もし分かればお願いします。保健福祉部長岩原克彦君。はい、お答えします。一応 PCR 検査の重要性につきましては永井議員がおっしゃる通りかもしれませんが、まず社会的に PCR 検査、まあ、抗原検査も含めまして、まあ、あぶり出すというのはやはり人の動きがある限りなかなか難しいものかと思っております。一定期間人の動きを止めて一斉に町民、まあ、町民だけじゃなくて一定的なエリアの中で人の動きを一切止めた中で、あぶり出す手法としては、まあ、そういう PCR 検査をもう重要かと思いますが、現在のところ町としてはワクチン接種が最重要課題だと思っております。そこに町としての、まあ、あらゆる、まあ、人的資源や、まあ、お金も含めましてそこに投入しなければなりませんので、基本的に町としては一切そういう他の余裕はないのが現状でございますので、町としてはワクチン接種を最優先で進めていくというのが現在の方針でございます。以上です。10番永井義勝君。はい、まあ、今ね部長の方でワクチン接種の話が出ましたけれども、これ専門家の方はちょっと違うんですよね。もちろんワクチン接種はどん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 進めていただきたい。で、先ほど私が冒頭で述べたときに、ワクチン接種は個人の守るところと集団免疫を、まあ、作るという、まあ、それが必要があるわけで、どこ行っちゃったかな、確か 70% ぐらいを打った中でやっぱり集団免疫が確立されるということを、ね、言ってます。で、今部長がワクチン接種に全力を固めてって話がありましたけれども、もちろんそれはそれで必要なこと、私も一切それは否定しませんが、やはりその時間がこれ以上かかる可能性があります。で、はっきり言って一般の人たちとかな、まあ、私たち含め一般の人たちに注射されるのはいつになるのかなっていうのはこういうことがあるかと思うんですけども、まあ、その中で、やはり検査っていうのは非常に必要になってきます。で、先ほど部長がその人の移動の話をされましたけども、まあ、これは GoTo なんかでね、国はやんなきゃいいものをまた GoTo 3次補正の予算にね多額に入れているわけなんですけども、ただ今これ問題になっているのが高齢者施設とかそういったデイサービスだとかそういった中で、でそこの人の動きっていうのはそんなに GoTo とかそういった動きとはまた違うとは思うんですよね。ですからそこに働きに行ってる方がやはりその施設の中で広めちゃいけないものを広めたら大変になる。やっぱりそこはね、ぜひとも町としては考えていただきたいんですよ。ですから先ほども言ったように 無症状者が広めてしまうっていうのは本当ある。この今までいろんな病気ね、世界的に見るとパンデミックが何回か起きましたけれども、知らない間に無症状の人が他人様にその広めてしまうっていうね、このコロナウイルスに関しては非常にこれ恐ろしい病気だと、まあ、私は思います。ですから今部長がねおっしゃったように、そのワクチンも もちろんしっかりやってもらいたいな。でその中でなおかつ無症状者に対する検査、これをねぜひともね拡充していただきたいんです。で特に全員に検査しろってことはもちろんね言ってませんけれども、まあ、今回の質問の中ではこういった高齢者施設とか、まあ、そういったいろんな高齢者に対して手を差し伸べている人たちも含める中で、やはり高齢者がかかってしまったら大変なことになってしまうということもありますので、まあまあ、一応ね今部長の、ね、考えを聞いたんですけども、今の話の中で、まあ、ちょっとこれは聞いていいか悪いか、町長なんか感想がもしありましたら一言お願いします。町長千葉茂君。はい、
まず、先ほどから聞いておりますけれども、PCR 検査というのは大事なことだと思いますけれども、1回検査したらたびたび定期的に検査しないといけないという問題であります。ワクチンについては1回して、2回すればなんとかそれから持ちこたえるということで、昨日もちょっと町村会の臨時会議がありましたけれども、高齢者施設、介護施設を含めてそこで、通所している、従事者も含めて全部そこでやってしまったらいいんじゃないかというような提案を、これ茨城方式ということでやった方がいいんじゃないかと言って昨日も提案をしてきました。そういったことの方が定期的に何回も PCR やるよりいいんではないかというふうに思ってます。ですから、今回のこの、できるだけ無症状の人たちが結局入り込んでいってしまうというようなことが自分もわからないわけですから、本当はいいんですけれども、できれば今網町で作って PCR 検査やってますからそこでやってもらうということと、それから早くワクチンが配布されるようになって早く打ってもらいたいというようなことで、そんなふうに思っています。以上です。10番永井義勝君。どうも突然示してありがとうございました。今ね、町長おっしゃったように、やはりその無症状者の人がしっかりそこをどうつかめるかっていうのはね、ですから町のその PCR 検査、前ちょっと聞いたら町の方で1週間に、50人でしたっけ、やられてるやつで、なんか人数がちょっと下がってるようなこともちょっと聞いて、今何人になったのか分かりませんけども、今回の一般質問の中とは違うんですけれども、前の質問の中でやっぱりそういったところにも町から補助金出したらどうかなって、何かちょっとお話しさせていただいたかと思うんですけども、そういった中でですね、町民の方に対して積極的にその PCR 検査をね受けていただくような形、または老人施設の中でね働いている人にもねぜひとも受けていただくような形でお願いいたしまして、私の質問を終わります。これで10番永井義勝君の質問を終わります。それではここで暫時休憩といたします。会議の再開は午後1時といたします。